北国新聞ニュースをお伝えします加賀市は昨日から3回目の新型コロナワクチンについて前倒し接種を始めました国は3回目のワクチン接種について医療従事者や高齢者施設に入所する人たちを対象に2回目との間隔をこれまでの8ヶ月から6ヶ月に2ヶ月短縮する方針を示していますこれを受けて加賀市は 医療従事者2200人と施設入所者など2500人を対象に3回目の接種を前倒しすることにしました前倒し接種が始まった昨日は加賀市医療センターで医師や看護師ら6人が接種しましたワクチン接種を受けた加賀市医療センターの小橋和則病院長はオミクロン株が広がる中で 水際対策が重要になっており医療の逼迫をきたさないようにしたいと話していました SDGs 持続可能な開発目標の教材に使ってもらおうと金沢工業大学が SDGs 版人生ゲームの制作を進めています金沢工業大学は北陸地域で SDGs を進めるため 昨日設立されたユネスコ未来競争プラットフォーム北陸の事務局を務めています野の市市大木ヶ丘にある大学のキャンパスで開かれた設立イベントでは金沢高台 SDGs 推進センターの平本徳太郎センター長が今後の活動について説明しましたそれによりますと金沢工大と東京に本社がある 宝トミーは来年夏の完成を目指して SDGs 版人生ゲームを制作していますこのゲームには世界人口の半分が水に困る地域となる生活のために水を購入するといったマスが設定されますそして SDGs の目標の理解や北陸に点在するユネスコ活動の周知が進むような仕上げになります。 ユネスコ未来競争プラットフォーム北陸は静岡県に次ぎ全国2番目の地方の組織として誕生しましたクリスマスを前に金沢市内の食品製造販売会社がきのう社会福祉法人希望が丘に食品のプレゼントを贈りました金沢市港4丁目の 食品製造販売の北鎮は毎年県内の福祉施設に食品を送っています今年も14カ所の施設1405人分を用意しました北鎮の山上智之社長は昨日サンタの衣装を着て金沢市大池町の希望が丘を訪れ里見秀幸理事長にプレゼントを渡しました今年は 障害者支援施設を利用する人たちのためにカルパスやサキイカなど5種類の食品が113人分送られました山上社長は病気にならないようにおいしいものを食べて年末年始を元気に過ごしてほしいと話していました北鎮による食品の寄贈は今年で51回目になります クリスマスコンサートが昨日、野の市市内の認定子ども園で開かれ、園児たちが演奏や合唱を楽しみました。野の市市太平寺町目にある認定子ども園、椿子ども園で開かれたクリスマスコンサートには、園児61人が参加しました。コンサートには、この子ども園の保育士が通う、角や音楽教室の代表で、 北国新聞文化センター講師の角谷新平さんが招かれましたコンサートでは角谷さんがキーボードで「ママがサンタにキスをした」や「ジングルベル」などクリスマスソングを中心に実曲を演奏しました1歳児から4歳児まで31人の園児はタンバリンや鈴で伴奏し5歳児30人は「カイト」を一緒に歌い 楽しいひとときを過ごしました中野都町観光協会は会員が撮った写真を使った来年のカレンダー中野都機構を明日から販売します今回のカレンダーには観光協会の会員が撮影した四季折々の街の風景を載せるなど内容やデザインを一新しましたカレンダーは 縦八十四センチ、横五十九センチの大きさで、上の段に写真、下の段に日付を配置したレイアウトになっています。写真には瀬戸の桜や、赤道山の紅葉、雪景色などを捉えたものなどを使いました。また、中野戸町にある遺跡から最古のおにぎりが発見されたことにちなんで、6月18日と11月18日の日付には、 記念日としておにぎりの日が記されていますこのカレンダーは明日から道の駅織姫の里中野戸で全着150人に一部100円で販売します若手の日本画家たちの作品展が金沢市の光林坊大和で開かれていますこの作品展では 代代とのの日本画家6人が手掛けたおよそ30点の作品を紹介しています会場には伝統的な題材の桜や藤の花や風景を描いた作品をはじめ岩絵の具とアクリル絵の具を組み合わせ猫の宇宙飛行士を描いた作品やコミカルに表現した「風神雷神図」などが並んでいます。この 美の開拓者たち展は、高林坊大和で今月28日まで開かれています。ここまで、北国新聞ニュースをお伝えしました。